大家好，欢迎来到 Z-Fashion， 我是东京的主持人雅子。今天我们来到了东京的表参道，在我左手可以看到日本非常著名的建筑师安藤先生所设计的表参道，也是在这里呢，除了可以购物到一线品牌，还可以购物很多时装品牌，包括一些设计师品牌。那除了品牌，我们还可以吃到好多好多美食哦，特别是一楼的巧克力店，我非常推荐。こんにちは。こんにちは。始めました。はい。お名前ですか？私ここのゴールデングースというブランドの高野と言います。はい、ここのお店の方なんですね。はい、そう、スタッフです。あ、そうなんですよ。どうりでおしゃれですね。いや、まあ今日はほら、ね、貨物船がある。めっちゃペアルックみたいじゃないですか。黒とね、貨物船。いいですね。なんか雨の日にもなんかいいですよね。はい、このまま、なんかこれが滴ってる感じはめっちゃかっこいいです。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、はい、軽くこう、今日のトータルのコーディネートの中で、はい、一番こう気に入ってるアイテムっていうのを、そうですね、紹介いただいて、はい、うちのあのゴールデングースっていうのは、うん、基本やっぱりこういうレザーのライダースっていうのが代表、あと皆さんよくご存知なのがスニーカー。あー、はい、かっこいい。あのちょっとコンバースみたいに、はい、あの星のマークなんですけど、はい、それにあんまり普通合わせないこういうちょっとサルエルパンツですかね。あ、なるほど、はい、こうなんかだからラインがすごい綺麗なんですね、はい、ちょっとこう落ちてる、はい、うん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 、この辺あのやっぱりライダースにこのサルエルパンツっていうのがちょっと今日のポイントになってます。はい、さすがです、はい、じゃあこの夏やってみたい、はい、なんかファッションとかなんかこう気になるアイテムとか。そうですね、まあ正直もう僕らの中で夏終わっちゃってて。あ、そうなんですね。もう次の秋冬のことはやっぱりもう来週入ってくるんですよ、うちなんかも。はいはいはい。なので僕はちょっとこの秋冬になっちゃうんだけど、うん、レザーライダースの上にもう一枚羽織るっていう着方、はい、それを今考えていて、うん、ライダースで普通終わりじゃないですか、はい、そうじゃなくてファッションとして重ね着で、はいはい、この上に一つ何か袖のないポンチョとかそういうのをちょっと今年はやってみたいなっていう感じ、はい、それって、はい、袖は通すんですよ。袖ができればないものを選びたくて、でこのレザーの袖を出したいんですよ。あ、じゃあこの状態で腕を通さずに、だからさらにそうできればポンチョみたいなアイテムがいいんですよね。レザーの袖だけ出るじゃないですか。かっこいいかも、はい、すごくそれは、はい、今気にしてる着方なんですけど。いいですね、それ女子でもいけます。あ、いいんじゃないですか。ぜひ、はい、真似したいと思う。お似合いになりそう。ありがとうございます、はい